川勝博士党は、江戸時代中期の旗本、氏、ルカは勝家の六代党主、法永六年、松平忠明の逸尾として、江戸に生まれ、後に、川勝博士豊の婿養子となった。教法十一年四月五日、岐阜、高豊の死去により、家督を継ぎ、同年八月七日に、初めて将軍、徳川吉宗に越見した。二年十月十五日、 使い版となり、同年12月18日に不意を切ることを許された。延響元年5月6日、白引き渡しに関する命を受け、備中国松山に赴き同年3月に、国替えとなった板倉克墨に抗議の命令を伝えた。延響3年4月6日、死者の命を受け日光山に行ったが、これは甚だしく自信があったためである。 同年7月21日に消府神組支配に変わった。法暦5年8月28日、交付金版支配に移り、同年11月15日に、十五位下、大見守に助任した。法暦13年12月15日、持ちずつ頭となった。明和6年12月10日、職を辞して、寄り合いに列した。安永4年5月10日に隠居し、隠居料として、 倉前300票を賜った。当初迎えた向こ用紙の貢献が28歳で、創生したため、同じく向こ用紙の広永が家徳を継いだ。完成2年2月17日、82歳で没した。ありがとうございます。